存在と無単現象学的存在論の試みは、フランスの哲学者、ジャンポール・サルトルの哲学的主張であり、20世紀に一躍、実存主義ブームを巻き起こした著作としても有名である。1943年10月、ドイツ軍占領中のフランスにおいて、存在と無はひっそりと刊行された。サルトルは、当時38歳、パリの一高校教師に過ぎなかったが、 存在と無はたちまちにフランス全土に大きな衝撃を与え、哲学界や唯物論などあらゆる方面から論評された。哲学書としては異例の部数を売り上げ、現在も番数を重ねている。存在と無は、副題からもわかるようにどこまでも現象学的な立場から存在の問題に立ち向かった試みである。一般に実存哲学は、 存在について分析すると逆説に陥り、整合性に欠けてしまう場合が少なくないが、存在と無はそういった逆説に陥ることもなく、ほとんど数学的な厳密性を持つ論理を有している。内容は、現象学的立場と存在論について記述された、諸論と意識の思考性、無化作用と無について記述された、第一部無の問題、対峙存在と、 即時存在について記述された第二部退治存在、他者の眼差しと自分の意識について記述された第三部退いた存在、一切の行動は、持つ、なす、あるに集約されるとして、それをもとに実存的精神分析を記述した第四部、持つ、なす、あるの四部構成になっている。あるところのものである、即時存在に対して、あるところのものでなく、 あらぬところのものである大事存在としての人間的現実は否定性、無可作用、脱事構造であり、その意識は自由であることを余儀なくされる。すなわち、人間は自由の刑に処せられている。この無可作用的自由は人間を不安にさせる。そこから、自らの自由を自分自身に隠す、自己欺瞞が生じる。一方、対多関係は、大事の自由が、 必然的に他者を客体化してしまうので、相国的関係に止まる。しかし退治は自由であるため、選択によって自分自身を構築していくため、自己のあり方に責任がある。非人間的、物質的、即時と他者との相国関係の狭間で人間の性は無意味な受難と結論付けられる。本書の結論において、サルトルは、 モラル論を自作として着することを約束するが、しかしこのモラル論はついに完成することはなかった。ただし以降として、倫理学ノートが残されている。70年代のサルトル豪客とともに、存在とムも同じく忘れられていたが、近年ベルナール・アンディレビューをはじめとして、存在とムを再評価する風潮が高まっている。日本語訳は、人文書院より発行されている、松並新三郎訳。 なお2007年11月より、畜麻学芸文庫に収録された。現象という存在存在現象と現象の存在反省依然的な小義とと近くの存在近くされることパーシッピーの存在存在論的証明即時存在第一、消費定の起源問いかけ否定務についての弁償法的な考え方無についての現象学的な考え方無の起源。 第2章事故欺瞞事故欺瞞と虚偽事故欺瞞的な行為事故欺瞞の進行第1章退治の直接的構造事故への厳全退治の事実性退治と価値の存在退治と諸可能性の存在自我と自己性の回路第2章時間性時間的な三次元の減少学時間性の存在論根源的時間性と心的時間性反省第3章超越退治と即時との間の 典型的な関係としての起源否定の規定について、質と量、潜在性、道具性世界の時間認識第一章他者の存在問題独画論の暗証を伏せる、ヘーゲル、ハイデッカーマナザ次第二章身体体事存在としての身体、事実性対多神体と身体身体の第三の存在論的次元第三章他者との具体的な所管形他者に対する第一の態度愛、言語、 マゾヒズム他者に対する第二の態度無関心、欲望、憎悪、サディズム、共にある、存在、共同存在と、我々、第一章、あると、なすから、自由行動の第一条件は、自由である自由と事実性状況自由と、責任、第二章、なすと、持つ実存的精神分析、なすと、持つ所有存在を開示するものとしての性質について、 即時と退時、刑事上学的概要道徳的展望、人生は無意味な次難である。ありがとうございます。